藤田駅をご利用の皆様、雨の中足を止めてお聞きくださっていらっしゃる皆さん、こんばんは。私は日本共産党比例代表南関東ブロック候補、日本共産党前衆議院議員の畑野紀美です。約3年前この場所で訴えさせていただいて、初めて衆議院議員として国会に送っていただきました。比例は共産党と書いていただいて、どうか引き続き市委加藤委員長とともに、私畑野紀美、斉藤和子候補、そして今度は39歳岡崎豊候補まで3から4人以上に伸ばしてください。よろしくお願いを申し上げます。今度の衆議院議員選挙、安倍政治を倒してほしい、この声は私のところにも毎朝毎晩、もう特に今日あたりは誰からも声をかけられる、訴えられる状況になっております。この藤沢、神奈川で言っても、私は国会で安倍政権と正面から対決するとともに、神奈川の藤沢の皆さんの願いを直接国会に届けて、県会議員、市会議員の皆さんと政治を現実に前へ動かしてまいりました。2年前の安保法制の国会論戦では、米軍の司令部が置かれているこの神奈川県は米韓防護という新しい任務で行動を行えば、アメリカと相手国との武力紛争に、日本が戦争していないにもかかわらず自動的に日本が巻き込まれる、この危険性を国会で初めて明らかにしてまいりました。じゃあどこが一番最初に標的にされるのか、この神奈川県藤沢、脅すわけではないんですけど、ですからそんな危険なことを絶対法律通してはいけないと、市民の皆さんと通された後も強行採決の後も廃止を求めて、私も頑張らせていただいてまいりました。先日安倍首相はついにこの米韓防護を隠していたけど、認めざるを得なくなって、この神奈川県からアメリカ軍のイージス艦が出ていくのを日本の自衛隊が防護する、このことを認めました。皆さん、戦争への道を絶対に進ませてはならない、その願いを党を作って95年、どんな困難な時代でも平和を求めて市民と一緒に頑張ってきた日本共産党、どうか伸ばしてください。よろしくお願いを申し上げます。私は同時に市民の皆さんの声を国会に届けてまいりました。昨日、若い労働者の方とお話をしたんですが、畑野さん、共産党に投票したら給料上がるんですか、ご質問されまして、上がりますよとお答えをいたしました。私はこの藤沢にある五十鈴の労働者、派遣の皆さんが無情にも首を切られ、こんなことは許さないと、市議会長委員長、今日ここに来ている小池晃、職局長、参議院議員と一緒に取り組んでまいりました。そしてついにこの五十鈴の労働者、裁判でも勝つことができました。その結果をもって私は衆議院に参りまして、今度は世界の日立の労働者が会社を辞めろと7回も8回も呼ばれて退職を迫られる、この訴えを聞きました。ちょうど東海道線のお隣の戸塚です。その工場の方からお話を聞きまして、私は厚生労働省に迫りましたところ、労働者の自由な意思に反して退職勧奨を行うのは法律違反ですと、この
でのリストラ中止にすることができました。給料がゼロになったところ、給料を守った、家族を守った、なぜこのことができたのか。日本共産党は、相手がどんな大きなものでも、企業でも、国民の立場で、働く皆さんの立場でものを言えるそうです。だって大企業から献金を1円ももらっておりませんから、市民の皆さんと野党が、そして日本共産党が力を合わせたら、皆さんの暮らしもっともっと豊かにすることができる、その願いの一票、比例は共産党と書いて託してください。私は雇用が壊され、格差と貧困が子どもたちにも襲っている、これを地元の議員の皆さんから教えていただきました。4月の入学式にランドセルや中学校の制服を準備できない子どもたちがいる。国の支援金の制度があっても受け取れるのが遅いんです。4月に間に合わない、6月、7月、入学式に制服を着ていけずにそのままストップになってしまった中学生の話を文部科学大臣に訴えましたところ、分かりました、入学準備金、4月の入学式よりも前に出しましょうと、今年3月31日、国の通達を出させることができました。神奈川の皆さんの訴えを国会に届けて、全国の制度を改善させる、これが国会議員の仕事です。今、安倍首相は消費税 10% と言い出しました。増税分の一部を教育や子育て支援に回す。皆さん、子育て、教育っていうのは一番お金がかかる世代、この若い世代は一番所得が少ない世代じゃありませんか。年金生活者も中小企業も所得が少ない、そういう人たちに一番重い不公平な税金は消費税じゃありませんか。教育を口実に 10% 消費税を押し付けるなど、もう絶対に許せない。税金は能力に応じて集めようではありませんか。まず儲かっている富裕層大企業から、どうか財界献金を1円も受け取っていない市民の皆さんと日本共産党を力を合わせて、暮らしをもっと応援する政治をご一緒に進めていこうではありませんか。皆さんとご一緒に全力を挙げてまいります。市民と野党の共闘をぶれずに取り組んできたのが日本共産党です。今日は12区の阿部智子さん、15区の佐々木克美さんと、そして綺麗な日本共産党とこの場で訴えることができた、歴史的な藤沢の日になっているのではないでしょうか。私も実は10区で小選挙区の候補もやっておりますが、私も野党統一本部でございますので、18全部の神奈川で小選挙区立たせていただき、そして何よりもその保証になる比例は日本共産党と書いていただいて、皆さんのお役に立つ国会に大きく伸ばしていただきますように、私も全力で頑張る決意でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。ありがとうございました。